ータルトップに立っている園田、ポイント差が今日の開始時よりは少し縮まってきたところです。本人の中で少し焦りとか、あの心境の変化って出てきたりするもんなんですかね。やってたら出てくるとは思うんですけど、さっきこう終わってからちょっと出てきた感じはいつも通りでしたけどね。はい、本当でした、うん、はい、うんうん、明るい園田さんでした。明るいというか、なんか厳しか的なこと言う。言ってましたね。なんで博多弁だったの、厳しか、はい、厳しかでしたっけ。博多じゃないでしょ。大阪弁か。そうです、そうです、大阪、兵庫、神戸、なんかそんなようなことは言ってます。厳しいなみたいなこと言ってるけど、厳しかとは言ってない。大吾さんがちょっと事実を歪めてしまった可能性がありますね。と2曲です。ドラは嘘、親は今度、良さそうでしたね今度ので。そうですね。こちらは太田初が統一です。もう園田もいい、園田もいいですね。二メンツあります。お、村上なんだ。これは村上はもう字がたくさん、はい、国史かドライロの本一かな。そうですね。それかチートイツかとか、まあ要は、はい、あまり、まあ、どうなるかまだわからない、感じで、進めていく。そんなはいいシャンテンですね。早いですね、はい、ペーチャーなんですけど村上、ペーって泣くんですかね。いや泣かないと思います。まあ一番あのなんていうんですかね、まあどの道こう結構ダメそうなので、村上っていうのはそういう時っていうのは、はい、あの国士って比較的切らないんですよね。でペーってポンした瞬間に切れちゃうので、国士の、うん、まあ、の可能性がこの形からだとしないですね。ただトンかなんとか白と初とかを引くと泣くと思うんですけど、うん、そうですよね。もう一個重なったら、はい、昔はそれでも泣かなかったぐらいです、ね、へえ。少数詩が見えても泣かない。あんま泣くイメージないですね。はあ、ここからね少数詩になることも、あ、はい、あこれ泣きます、これ泣きますよね。泣きましょう、泣きましょう、泣いてきましょう、はい、これは泣くと思うんですけど、でそうすると数層残すとかあります。あるんじゃないですかね。E ピン切って、それで今考えてると思います。そうですよね、はい、実際切りましたね。数杯は一メンツで良さそうだから、はい、別に数層残すのそうなんですよ ね、 ね、はい、両面ができた方がいいですもんね、はい、数層が周りの別に役満にならなくても本一なる可能性が結構できたの で、 で、ね、はい、ああでも風灰場に切れてるの以外全部山ですね。ですね。何の点もない、はい、楽しみですねこれ。楽しみですね。ただトンナンシャーペ全部、あトンナンシャーかが1枚ずつ、そうなんですよ、飛んでる。あそうですね、何引きたい、そう何を引けるかどうかがだいぶ大きいですね。第3節も園田のあわや小数詩というような点もありましたね、村上は本当よく役満上がるイメージありますね。そうですか。なんか国士もこっち第三元数案校もそうなんですけど、お、うん、官僚マンチーから入りました。そこから行くこれは、はい、あのもう本一で行くっていうことですけど、このなんか昔しなかったイメージありますね、この地位ですね、うん、本一に見せた方が少数詩のケアは薄れるっていう戦略があったりするのかなと思ったんですが、そんなこともないですか。それは実際なりづらくなってるので多分ないと思うんですけど、単純に、昔ってこう高くて遠い仕掛けなんですよね、よく言われる、はい、で高くて遠い仕掛けっていうのはあんまりやらなかったんですよね、うんうんうん、ただまあ実際は上がれることもありますし、うんうん、まあ、手配のほぼ全部地なので、そうですね、こう防御力というか、まあ、他の人に攻め返されても大元で仕掛けた方がいいよねっていう感覚だと思います、はい、初を仕掛けている太田にドラが重なりました。ここカンパーピンのターツを残しましたね、はいはい、これはもう単純にスッチーソーが二度受けになるのを、そっちの方面からの上がりというのがもうかなり遠いので、それを嫌ったと、はい、ポンできる方がちょっと近いよねっていうことですね。しかしね、近藤がさっきスッチーマンと6級ピンの選択で単ピンになるスッチーマンを嫌っていったんですよね、うん、
これ村上の仕掛けを見てたと思うんですけども、そうですね、はい、そう対応してますね。そうですよね。でもこの仕掛けの効果ですよね、実際、うん、全然持ってないんですけど、そうですね、試合ばっかりで自慢全然持ってない、なんだ、あ、嘘でしょ、嘘でしょ、ちょっと待って、イーシャンテンですよ、嘘でしょ、で山にザクザク、ね、山にザクザク、全部山だよ、ちょっと待ってください、これちょっと、え、はい、これもう一個はあの比較的何も考えずに出ると思うんですよ ね、 すね、そうですね、はい、あ、でもチーマンが余ったからそもそも本一の天敗かもって思われると出ないとか可能性はある、まあ、あるかもしれない、まあ、それも天の言う、あ、でもこれでローワンも出ちゃうとちょっと重くなるかもしれないですけど、ただでも近藤の手って自分の手が勝負手なんで、はい、近藤は打つと思います、打ちますよね、はい、で太田も打つんじゃないですか、ね、ドラドラですもんね、そうなんです、ドラドラ、サラダは打たないかもしれないですね、そうですね、サラダのところに行くと止まっちゃいそうですね、もう、あ、もうこうですもんね、うん、はい、どこに行ったナンシャーペなので、ここで引ければかなりありますね、はい、あの直撃が誰からできるか分かんないですけど、その天敗か、天敗だ、これはリーチでしかもね、リーチをすると、あ、闇天 だ、これを闇天にした近藤です、6キロピン待ち、これは意外だで、ね、しかも近藤がもしリーチしてるとね、近藤の川になんとシャーがあるんですよ、うわ、そうですね、これはあれですね、村上を怖がってるとしか思えないですね、だから実際ここまで、うん、あの手が入ってるかどうかっていうのはあれかもしれないですけど、まあ最悪マンガンクラスの天敗入ってるんじゃないかなと思って拾いに行ってますね、そうですよね、これ、うん、打点効率的には絶対リーチかけたいですよね、そうですね、あ、ここに来た、ここに来たら出ない、ここに来たら出ないでしょう、園田はやめるか、はい、おそらく出ないですね、いや、あ、でもこれリーチしなかったおかげで出なかったのかな、そうですね、リーチしたら出そうですね、選択肢がチーピンしかなくなるけど、うん、チーピンが普通に太田さん、そう、うん、いや違うんですよ、まあ、でも多分リーチをして、リーチって近藤が言うと太田パーピンチンしたから結構微妙じゃないですか、なるほど、そう、そもそもそうですね、そもそもそうなんで、そうすると太田にいたシャアが出た可能性かなり高い、太田は9万と嘘シャッポン転敗、はい、へえ、これすごいな、うん、これ園だからローピン出るかなっていうのもあるかもしれないですね、あと闇天ですか、園田が降りてるのは分かってると思うんですよね、なるほど、で村上に対して降りてるんだろうなっていうのがあるので、うん、まあ、実際は大谷も当たるかもしれないんで、ベタ折りしてたらなかなか出ないんですけど、それもちょっと見込んでるかもしれないですね、はい、なるほど、そうか、でこの地層は老僧が空切りだったら当たる範囲ですけど、うん、自分が持ってるんで、うん、まあ、地層大丈夫ですね、紡いだ、数層じゃないんだ、ペーだ、これは切りますよね、多分天敗ですよ、うん、高め8000の天敗、ただこのペを打つと役満の天敗、これ村上に、村上は多分満足の本質だなってみんな思ってると思うんですけど、通り過ぎてるんですよね、なるほど、そうすると自敗がある可能性が高い、はい、やめた、なんで当たるんじゃないかなって思って止めてると思うんですけど、すごいですね、え、すごいな、ちょっと近藤の選択も太田の選択も、そうですよね、いや、いろいろ面白い、あとね、ちょっと思ったら、いや、さすがですね、うわ、テンパった、うわ、テンパった、ペイ1枚あるよ、でもツモがある、まだこれ太田が、え、というか近藤にペイ行ったら無理でしょ、止まらないよね、これ、近藤も高め8000のテンパイ、あ、リーチです、リーチに行った、え、大丈夫これ、これ園田のシャアは、いや、ただ他に切る牌があるか、あ、まあ、キューピン掴んだ、捕まったっていうか、ここはまあ降りてもそうですね、大丈夫なんですけど、そうです、ね、あ、で、そうだもん、チーピン吐く、チーピン吐く、言いそうってあるな、ああ、間に合いそうですね、うん、シャートペイはまだいるぞ、ペイがいるのか、ペイがいる、ペイがいる、これはしびれる、いやこれはしびれますね、え、ペイ1枚、ね、ペイ1枚、1枚、ペイ1枚、ペイが1枚、これ6ピンでも結構ザクザクいるんじゃないですか、パーマン、いやでもこれ守備力すごいね、みんな、このなんだ、あ、2ピン、この大田と9ピン吸収した、あ、いや大丈夫、あ、ペイはダメだ、なんと少数し村上の上がりとなりました、大田痛恨の補充、
まさかこの土壇場で村上に100万が出るとは。32,000。すごい。なるほど。他になかった顔だ。いや、スワンがあるんですけど、 あともう一個ツモがあるのと、まあ単純にテンパイですからね、うん、でスワン打った後は確かに切る牌がないんですよね、うん、はい、いやー、ね、なるほど、すごい。まあこういうのあるよな、確かに。ちょっとこの曲はすごすぎましたね。スリアロチャンネルの動画を見ていただきありがとうございます。麻雀や人狼の動画をほぼ毎日アップしてます。チャンネル登録はこちらから。高評価もお待ちしてます。ぜひ見てねー。